ちは、白木です。よろしくお願いします。今日から始まりました、石切りタイムス、最初のゲストはなんと今旬の島根敦さんです。ありがとうございます。でもこんにちは。こんにちは。本当にご無沙汰しております。どうもありがとうございます。すごいいいです。今日はね、前々からちょっと聞きたいと思ってたことを根掘り葉掘り、根掘り葉掘りですか、島田敦の上から下まで、はい、をちょっと聞いてみたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあね、最初、ずっとね、こう気になってたんですけど、はい、やっぱり音楽を作るとかいう立場でね、言うと作曲、いろんなたくさん曲を今まで書いてらっしゃるでしょ。そうですね、本当にたくさん、うんうん、で、その曲っていうのはどっからこう生まれてくるのか、例えば鼻歌で、おお、これいいなって書き留めて後からコードつけたりしたり、 あとまあこう歌詞があってそこに曲をつけるとか、こうピアノをこう弾いてて、あ、これいいな、私ちょっと勝手に進む曲が出来上がっちゃったりとか、いろいろあると思うんですけど、どういう感じで曲を作るの？何種類かあるんですけど、そう、最近多いのは歌を作る時は大体歌詞とメロディーとそのコード進行がほぼ同時にこうぬるぬるぬるって出てくるんです。同時にこうほぼ全部大枠が出てしまう、大枠が出てきて、それで歌詞に関しては2番を後から考えたりとか、そんな感じでね、大体ズルズルズルって出てくるもんが多いですね。で、例えば詞が先にできちゃうこととかもあるんですよ、一番困るのはこれで、詞にメロディーとか曲をつけるのがとっても大変なんですね、僕の場合ね。やっぱりそれは言葉のイメージとか、言葉のこうイントネーションとか、そういうことが邪魔するのか、多分そういうことがあると思いますね。だから僕普段そのシンガーソングライター専業の人ではないので、普段はどっちかというとピアノ弾いたりキーボード弾いたりしてる方が多いでしょ、だからあんまりその歌詞っていう歌の言葉ですよね、歌言葉に対するこうイメージとかが薄いんでしょうね。シンガーソングライターの人ってもうそんなことばっか考えてるんですよ、そうですね、基本、もう歌詞のことばっか考えてるから、そうじゃないからだと思うんですよね、先に言葉ができてしまうと、音楽をこんなメロディー乗せたいと思ってももうならないっていうことがあって、やっぱり頭の中で歌詞というより音が先に、音が先決してるのか、思考として。いや、あのね、歌の場合はね、なんか分からんけどほぼ同時に出てくるんですよ。まあぼんやりしたこう歌詞の内容のイメージみたいなものがあったとしても、チョイスしてるわけじゃなくて、ズル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 合ってない歌ってよくあるでしょ、今、ね、こんなところで途切れるとか。そうですね、メジャーの人の場合はどうも歌詞先行っぽいのが多いですが、無理やり日記みたいな歌詞でね、そうそうそう、そういうのが多いですね。で、この歌詞でこのメロディーは、ちょっと普通は考えられないというのがあるけど、合ってないとかね、そういうなんではじゃあないっていうことですよね、一緒に出てくるっていうのは。で、そう、そうですね、あんまりそうですね、歌の場合はそうですね。例えばそれってこう向かってる時はあるんですか、鍵盤に。鍵盤に向かいますね、歌を作る時なんかパッてひらめいた時に鍵盤に向かって作りますね、歌の場合は。なんか、まあ、よくあるじゃないですか、そのアイディアをこうね、寝る時に、やっぱりリラックスしてる時がパッとよく出てくるっていうので、トイレに入ってる時は出てくるとか、はい、お風呂入ってる時とかね、でそれこそ散歩中とか、ね、であのドクター中松とか家にあるプールに潜って、死ぬ寸前にこう息止めてこう潜って、もう死ぬってなった時に
ピカンとアイデアが浮かぶと。すごい人や。はい。はい、ギリギリの選手の極地になった時に、ね、なんかすごい、そういうなんか、島田さん、わ、僕はここみたいなとかってないんですか。どうかな、あの若い頃、インストゥルメンタルの曲を作ってる時には、うん、はって目が覚めてっていうのがありましたね。やっぱりちょっとこう夢とか現実の目覚めっぽい時とか寝かかった時とかでしょうね、に思いつくんですよね。でそれをこうまあ一応メモするんですけど、さっぱり使い物にならないもんもあるねんけど、インストの曲の場合はね、僕大体頭の中でほぼ全部組み立ててから一応もう一回楽器に向かってこう、じゃあもうできてしまう構成が。そうですね、メロディーと和音も大体その時に決まってきますね。うん、そうなんですね。なんかあの私とかはちょっと一緒に出てくる時もあるんですけど、大体リズムとメロディーが一緒に出てくる、間はコードは後から出てくるんですね。はい、僕の場合やっぱ鍵盤楽器で、こうなんていうのかな、メロディー楽器ではないんですよね、鍵盤楽器ってピアノって。で結構どういう風に和音付けするかが重要だったりして、それが個性になったりするでしょ。そうですね、同じコード書いてあっても違うからね。そうですね、でどっちかというと意識が多分そっちの方に行ってるんでしょうね。だからすごいこう同時でないとなかなか難しいというか、メロディーだけが分離してパッて出てくるってことはあんまりないんですよ。楽器の特徴というか、そうかそうか、どういう思考で弾けるかというところが違うんですね。なるほど、そうですね。いや、よかった、聴けて。なんかほら、どういうふうに作ってるのかなと思ってたんですよ。そんな、そんな感じなんですよ。で、あとね、まあ、普段の活動なんですけど、はい、何してるんですか。何してるんですか。だからあの、まあ、ライブをやってるか、あのどなたかの制作を手伝ってたりとか、まあ、レコーディングとかですよね、やってたりとか、あとあのシャンソンのレッスンの伴奏を手伝いに行ったりとか。それはあの、まあ、素人の方でシャンソンを歌われる方の、そうですそうです、のレッスンですね。藤井玲子さんっていう、まあ、関西ではもうあの、まあ、シャンソン、関西のシャンソン界ではちょっとビッグネームだったんですけど、藤井玲子さんという人の教室一箇所だけなんですよね。なぜかなんかこう引き合わせがあって、それはずっと続いてますね。まあ、藤井さんの人柄がこう大きいからですけどね。シャンソンってでも独特でしょ。独特ですね。最初全然分からなかったですけどね、歌についていくのかピアノについていくのか、何なんでしょう、あのシャンソンが。歌についていかないかな。歌についていくんですかね、急にねリズムなくなったりしますから、あれは歌についていかなかったんですけど、その辺の要領が分かるまでにだいぶかかりましたね。曲も知らんでしょ。全く知らずに。じゃそうそう、で本当は良くないんですよね。素人さんやからちゃんとこっちがこう、ちゃんとこっちがやって、はいこうですよ、こうしなさいってやってあげなあかんねんけど、できないから、できなかったからね。あれはね大変やったと思いますね、あの頃レッスンに来てた生徒さんは。そうか、まあなんかね、私も一回あの、まあ、須山さんにああ、はい、シャンソン歌えて誘われて、はいはいはい、私ちょっと歌ごめん。あれね、歌うのは割と気持ちいいかもしれないですよ。う歌うのが好きならば、ね、歌ちょっとね、歌はちょっと。そうですか。歌はないんですか。歌ったりはしない、ね、歌うでしょ。いや、ダメですよ、本当にね。まあ、あのまあまあ、そもそもね、この関係の話ですけどね、まあ、うちの親がすっごい音痴なんですよ。音痴、親がね、それを聞いて育ったんですね、小さい頃から子守歌で、まあ、それは音感なくなるよみたいな親のせいにしてしまってるんですけど。そうか、音痴っていうのはいろいろありますからね。まあね、まあ、そうなんです。まあ、それは置いといてね、はいはい、でね、あの、まあ、もう一つちょっと疑問があるんですけど、はい、まあ、フーディングフィクサルレコーズの瀬戸和成、はい、
まあ、まあ彼がちょっとすごく疑問に言ってたことがあって、はい、島田さんはどうして僕と一緒にやってくれるのかなって。妙なこと。どうして？うん。いやそれは何ですかね。瀬戸君のトランペットが面白いから。面白いっていうのと作る曲がいいからですね。シンプルにそれだけの話ですね。そっか。うん。なんかほら。ね。いろん本当島さんいろんな方とやってるし、はい、プロの方から、まあ、本当にいろんな方とやってるのに、ね、失敗してもそれがいいって言われたり、島田さんおかしい、おかしい、でもね、いやそうかな、ね、だっていや、なんていうのかな、いや瀬戸君のトランペットを直に聞いたことがある人なら僕の言ってることは全部わかると思うんです。そうですね、ミュージシャンってそれぞれいろんな個性があって得て増えてがありますよね、うん、それは必ず誰にでもあるんですよ、うん、でそうやな、たとそうやな、でもそういうのは僕はその増えてな部分は増えてな部分で、逆にこう個性になってる部分ってすごく多くて、うん、そのあんまり器用なミュージシャンって面白くない人が多いんです、演奏自体は、うん、出てくる音が、あ、うん、やっぱどっかに不器用さがあって、それが何かを邪魔してたり、何やっけな、なんていうんですか、コンプレックスになってたりとか、うん、そういうものを持ってる人の方がやっぱり面白い音を出すので、うん、それはもうで上手くなるんですよ、そういう人は、うん、最初から器用にスラスラできたりする人は、うん、あまりね上手くならない、まあ、そうね、うん、そういう人って結局自分は何がしたいのかわからないっていうところに落ちるみたいにね、うん、なんか、ほんで辞めたりするんですよ、うん、そうね、すぐに辞めてまたやりだしたりとか、器用に何でもできるから、そういう人はね、割と他のことも器用にやっちゃうっていうタイプが多いですね。ということはもう不器用だから、まあそこがまた個性、そう、面白さにつながっていってると思うんですよ、まあ、僕自身自分がそんな器用じゃないから、そのピアニストとしてね、すごいって言うんですか、お上手に弾けるピアニストでは全然ないんですよ。もうそれはそれは苦労してやってますから、あのそういうんでこう自分が他のピアニストと比べてこう何かあるとしたら、やっぱそういう部分から出てきてるもんだなと思ってますしね、まあ、なんかそういうあのところが なんて言うんでしょう、この音の魅力とか、うん、あの表現者の魅力っていうところにつながる。そうですね、で島田さん自身もそういうところで自分 の、まあ、この個性っていうか自分自身を表現するっていうところを、うん、今も現在進行形でされてられるっていうところの、なんか共通点があるっていうところで、ことですか。そうでしょうね、うん、親近感を覚える。あ、うん、そうなのかもしれないですね、うん、じゃあいじめられてたから、あの自分が教育者になった時にいじめられっ子の気持ちが分かるとか、そういう感じ。どうなんやろな。それとはまたちょっと違うかもしれないですね。あ、どうですか。うん、ありがとうございます。よかった、少しでも聞いてて。で、まあ、最後なんですけどね、まあ、お仕事お休みの時ってお家で何されてらっしゃるんですか。ね、ほとんどゴロゴロしてます。もう何もしないでゴロゴロしてるか、うん、あとは取りためているお笑いのビデオですね、それを見るか、うん、借りてきた DVD でホラー映画のしょうもない、もう C 級か D 級みたいなやつとかね、見たりとか、あとはまあ家に鳥がいるんですけど、うん、それと遊んでるかですね。鳥って何の鳥ですか。あのね、ヨウムっていう種類なんですね。ヨウム、ヨウム、西洋じゃなくてヨウム、洋風のヨウと書いて、うん、ヨウムと書くんですけど、ね、英名がアフリカングレーって言って、もうそれこそ本当にグレーの鳥なんですけど、大きさこれぐらい、うん、尻尾だけ赤い、うん、だからまあオウムぐらいの大きさはあるんですけど、オウムってこのトサカが冠があるのがオウムなんですよ、うんうんうん、ないんですね、ツルツルの、うん、だから赤線インコが巨大化したみたいな感じのフォルムに、くちばしはもうちょっと大きいんですけど、うんうん、で全部グレーで、フランス人とかが見るとすっごい綺麗って言うんですよ。フランスでは見ると、あの
ヨーロッパとかでは割と普通の鳥なので、日本ではまだそんなに知られてないけど。見たこともないですね。あ、そっか。そうね。だからショップでもそんなに置いてるとこないし。なんでまたそれを買おうと思ったんですか。あのね、鳥は前から買ってて、その前にもその前にもいたんですね。で、2羽ぐらいいた時に、喋るのはいいよなって言って、でその羊毛っていう種類がすごい会話能力がすごい高いんですよ。お話する、しますね。あの、でもうこれ死んだんですけど、天才羊毛って言われてたから、アメリカかな、どっかにいて、アレックスって言うんですけど、羊毛アレックスって検索すると出てきます。出てきます、出てきます。それはね、なんかものすごい数の言葉を覚えて、色も識別できたし、数もね、どっかまで数えれたというか識別できたんですね。チンパンジー並みなんですね。そうですね、小さいので。あの緑色のプラスチックの鍵をこれ何って言ったら、グリーンの鍵やって言うんですよ。賢い。で、鍵を2個出したらこれ何個って言ったら2個って言うし、犬とかは割と気配でね、飼い主の気配で、あ、これってやるけど、そうじゃなくって、ちゃんと識別して使い分ける。そんなに頭がいい種類なんですね。そうですね、2歳半ぐらいの知能があるとか言って、まあ、言ってはるけど。すごいね。やっぱりわりかし鳥って思ってるより賢かったりするんですよ、人間が。で、その鳥と戯れてるわけですね。そうですね、あのこうごちゃ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 遊んだりとかまあ、なぜてるんですね。ほとんど基本なぜろってくるから、頭下げてるなぜろって。でもそういう時って無心ですよね。無心ですね。もうな、思考がゼロですよね。何も考えてない。何も考えてないですよね。痛くしてはいけないとか、それぐらいしか考えてない。噛まれる、痛くしたら怒る、もうこう痛がるから痛ってなるから。なんかじゃあ普段はこのさっきのホラー映画もそうですけど、B級のホラー映画ってもう頭真っ白で見れるでしょ。真っ白ですね。もうゼロでしょ。ホラーみたいな。よくもまあみたいな、これをみんなで一生懸命撮ってるのかっていうところは感心しますけど、あのほんまにアホらしい、ね、面白い好きなんですよ。バカバカしいとか、なんかヒット面白いのおすすめありますか。あのね、何も面白かったの。最近見たのはね、あの古いホラーですけど、悪魔のドクドクモンスターっていうのが、これ有名なんですよ。悪魔のドクドク、ドクドク感じね。あ、ドクドクモンスター、っていうのがあって、それ面白かったですね。やっぱ 名作というか、あの残っていってるものだから面白かったですね。あの、あるいじめられっ子みたいな人がね、こういじめられて、こう放射性の廃棄物の中にズボンと落ちちゃうんですね。いじめられて追い詰められた末に、ほんで体がふーってなって、こんなモンスターになっちゃうんですね。でそれがあのそのいじめっ子とか世の中の悪いやつらをこう退治していくんですけど、まあそれがあの何というか、もうバカらしく書かれているだけの映画で、なんとももう内容のない、はい、でもその表現としてはくれくれタコラとかそのレベルですか。ああ、そうですね、もう独特モンスターですからね。くれくれどんなんやねんっていう感じだけど、もうバカバカしいけどやっぱ面白かったですね、それは。いや、それは楽しいな。まあ、てのはこんなこ、こんなことでこんなことで締めたいと思います。島田さん、はい、ものすごいバカにバカみたいに映っているのかな。ありがとうございます。まあ、楽しかったです。あの、ね、普段ね、いろいろこんなしょうもない話はなかなかね。いやいや、そうですね、あんまり人と喋る機会ないじゃね。ドクドクモンスターとか鳥のこととかね。良、ね、かったです、楽しいお話聞きました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.